はい、で続いての作品です。はい、続いてはですね、来ましたよ、これは本当にまた怖い映画ですよ、これね。はい、来ました。続いての作品は監督さんがジョージ・A・ロメロで、主演がですね、ちょっと待って、ウッペリア、あ、来た。主演がデビッド・エンゲで、デビッド・エンゲとケン・オーリで、ゾンビですね。あ、ちなみに正確に言うとゾンビ HD ディレクターズカット版ですね。はい、ディレクターズカット版 HD リマスターバージョンというわけで、ゾンビですね。はい、でゾンビはね、僕は前に見てるんですよ、当然ね。でゾンビ3部作、初期3部作というかな、ジョージ・エロメロの、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド・ゾンビで、その後の狩猟の餌食という3本見たんですけども、やっぱ一番面白いのはこれですね。まあ面白いのはこれだけですね。っていうか多分ジョージ・エロメロっていう人は僕全部見てないけども、ジョージ・エロメロという監督さんも多分30、40年ぐらい監督やってるでしょうけども、そんなその人が撮った唯一面白い映画はこれしかないでしょうね、多分。あの、なんでそんなこと言うかというと、腕ないからです、下手くそなんですね、本当ジョージ・エロメロって人は。あのゾンビって映画はすごいその評価されてるけどもね、やっぱね下手ですよ。あの本当に編集とか演出の仕方としてボロボロ。あの多分ジョージ・エロメロの演出って、あのね、もう僕今日映画撮ります、例えばうーちゃんとこいつさんとこ、俺が今日撮りますっていう人とレベルが一緒ですから、多分撮ったことない人と一緒ですから、一生レベルが上がらないバカ野郎というふうに僕は思ってるんだけどもね。なんでそんなこと言うんだって言えば、僕はそのナイトオブザリビングデッドを見たんですよ、そのゾンビの一作目ですけどもね。で見た時に、大ちゃんと見た時に80分ぐらいの作品なんですよ。でもう40分ぐらい経っただろうなと思ったら10分しか経ってなかったっていうぐらいテンポが悪い、下手くそで、でもゾンビは、今回紹介するゾンビはやっぱり面白いということで、あのですね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていうものが一番最初です、ゾンビ、ジョージ・エロメロのゾンビ映画ので、それの一応続編的な位置づけになるんですね、今回紹介するゾンビは。でゾンビ自体はいろんな人が作ってるね。あ、でもみんながイメージするゾンビってやっぱ決定づけたのジョージ・エロメロだということだということでいいと思うんですよ。あのゾンビというものはブードゥー教のなんとかっていうものが発祥らしいんだけども、だからそういったものがこう映画にこう使われたっていうことはいくつかあるらしいんだね。でもやっぱり血肉を食らって脳を打てば死ぬっていうようなものをゾンビ作ったら多分ジョージ・エロメロでいいと思います。だからバイオハザードだとか、なんでしょうね、まあ、ドーン・オブ・ザ・デッドとか、まあ、みんながイメージするゾンビですよね。その原型を作ったのはジョージ・エロメロという認識で多分間違いないと思いますね。で、まあゾンビなんですけどね。で、僕が昔見たのは、これゾンビってね、いろんなバージョンがあるんですよ。で、米国劇場公開版、ディレクターズカット版、ダリオ・アルジェント監修版、日本劇場公開版と。で、いろんなバージョンがあって、多分ね、日本でも今3つバージョンぐらい見れるんだよね。で、もう人気ある作品だからブルーレイボックスって言って、これが3つ入ってるやつ1万2000円もするんだよ。でさ、ブレードランナークロニクルって言って、ブレードランナーも4つぐらいいろんなバージョンあるじゃない。それは1枚のディスクで見れるから、やるならこっちにしてくれっていう風に思うんだけどね。1万2000円値段でもやっぱ買う人いるんだ。で、俺昔見たのはダリオ・アルジェント監修版ってやつだったと思うんです、きっと見たのは。で見て、いやその時面白いなって思ったんですよ。あの、まあ要はまあ、その宇宙からの怪光線で死体が蘇ってゾンビっていうものがこっち股に溢れちゃったと。でそれによって人類がこう追い詰められてるんですよね。で、あのそこで、あの主人公たちがショッピングモールに立てこもって、でそこで生活をこうしていくんだけども、そこにまたやっぱり人間が襲いかかってて、結局最終的に、まあ、人間とゾンビとのこう三つどもえの対決になるみたいな、そういうお話なんですよ、分かりやすく言えば。でさ、見てても最初さ、テレビ局から始まるんで、でもう政府が機能していないっていうところから始まるのね。でそこでももう演出が下手だからさ、よくわからないの、なんか見てても、あのカット変わるごとにこうキャストの名前をこう変えたりするから、なんかね、なんかどっち見ていいのかよくわかんなくなったりして、なんか本当にさ、なんか間が悪いんだよ、とにかく本当。でテレビで揉めてんの。でもテレビ局の局員も、冗談じゃないよ、やってらんないよ、
こんな状況でなんでテレビやんなきゃいけないんだ、俺たちは、俺たちだって家庭があんだよとかって言っても、その朝生みたいな感じでさ、指揮者が2人喋ってんのよ、もう聞いちゃいないので、もうテレビ局員ももうやる気ないから、指揮者が喋ってるとその指揮者の頭の後ろにピースサイン作ったりするんだよね。そういうとこすごい好きなのニコニコでも日本語版が載ってるんですけどね、これ、日本語吹き替え版が載ってるんだけども、このピース好きってやっぱ書いてあると、俺もゾンビといえばこのピースなんだよ。だから昔そのピース好きだったから、今も出てくると嬉しいの、あ、このピース出たって思うのよ。そういうホラー映画ってさ、結局トビーフーパーにしてもやっぱり悪魔の生贄しか結局なくて、一本しか撮れないですよ。ホラー映画ってつまらないことイコールホラー映画と言ってもいいぐらいだから、本当にね、10本見て1本当たりありゃいいんだから、ホラー映画って。あと全部寝るんだから、どうしようもなくさ。で結局そのゾンビ、まあ、アクションシーンもいろいろあるんだけど、そこ下手だから全然テンション上がんないんだよ。でもさ、やっぱり下手だけどいいんだっていうのって、これデビルマンのノリに近いんだよね。長い号も、すんごく下手じゃない。で、俺が見ても下手だと思うし、古いと思うんだけど、でもデビルマンって間違いない名作で、傑作でしょ。で、ゾンビもそうなんだよね。うまいとか下手ってどうでもいいんだ。パワーがありゃどうでもいいっていうのはよく BS 漫画で言うことだけども、僕これ見ててもそう思ったもん、やっぱり。音楽も変なんだよ。なんか、ゾンビとかがさ、ウェーってやっても、テンテンタロロロトントンテントンみたいな音楽かかんの。響くなんだろうけど、キューブリックだとこれハマるじゃない、すごく。でもさ、ロメロって俺はハメてるでしょって思うけど、ハマってないんだよ、それ全然。全然ハマってない。全然下手くそって思うの。バカって思うんだよ。でもいいんだよね。で、ショッピングモール立てこもると、結局さ、途中で男3人、女1人で、まあ、立てこもるんだけども、立てこもるってそこで生活するんですが、そこで仲間1人が結局発狂してゾンビに足噛まれて死んじゃうんだよね。で、さ、そうするとさ、3人だけになるじゃない。でさ、物欲は叶うんだよ、ショッピングモールだから。何でも物があるって言うんだけど、気持ちは満たされないんだよ、やっぱそれでも。やっぱ人間関係でディスクローズされたその3人のディスコミュニケーションと言ってもいいでしょうか。その閉鎖されたコミュニケーションってやっぱさ、立ち行かないんだよ、どうやったって。そこはやっぱ描くんだよね、これすっごくうまいんだよ。で、デビルマンにそこ近いですよね。デビルマンも最初すごくつまらないのに、急に作品のテンションが上がっていくっていうところでさ、こういうさ、下手だけど面白いんだっていう作りする人って、最近俺わかんない、最近の映画そんな見てながらわからないけど、でもさ、やっぱそういう作りってやっぱ芸術においてやっぱあるよね。なんか本当にそういうパワー、得体知れないパワーを感じていいなーっていう風に思うの、そこ見てても。でも最終的に人間の戦いが始まって、トブ・サビーニって人がさ、こうヘリコプターのね、練習してるとこ屋上で見て、よーしっつって言ってさ、おー、あそこでヘリコプターの練習してるって、あのヘリコプター奪っちまおうって言うんだよね。で、そしたらその暴走団だって言うんだよ、吹き替えだと、あ、字幕だと暴走団って言い方って思うんだけどもね。で、でそのボスみたいのと、そのトム・サビーニってメイキャップもしてたから、内臓がビャーっと後で後半で飛び出すんですが、そこでもその内臓を全部やった人なんですけどね。でずっと2人でじーっと見ててさ、ね、ボスとそのボスがなんか知んないけどヘルメットかぶってんだよ。なんでヘルメットかぶってんのかよくわかんないんだけどもね。ゾンビ鉄砲撃ってきたりしないからわかんないんだけど、じーっと見てて、望遠鏡で見ててさ、したらさ、トム・サビーニがさ、ヒゲ、すごい立派なヒゲが蓄えてんだけど、それをこうピッとさ、櫛でやるとさ、櫛かって、なんか意味ない、そのなんか意味ない編集点で次の画面に行くんだよ。櫛かって、そのボスがそのトム・サビーニに向かっていうところとかね、なんかいいんだよね、手作り感って。本当にで、まあ、というか最終的なグロさもね、結構なかなか、僕最近グロいのにちょっと耐性ないですから、いや、久々見ると結構グロいななんて思って、でもその辺も面白かったです、本当に。まあ、とにかくゾンビっていうのはもう人間ドラマですから、要はホラー映画って怖いっていうよりも、うわ、人間どうなってっちゃうんだろうと。で、リメイクのドーム・ザ・デッドって、あの僕の大好きなザック・スナイダーが監督したやつがありましたけど、あっちはね、もっとこう人間がたくさん出てくるから、ある意味こう、なんていうの、閉鎖的っていうことはそんなに、描かれてないかもしれないね、こっちに比べると。そっちでも描いてたけどね、一生懸命ね。もちろんそう、僕はドン・オブ・ザ・デッドリメイク版も大好きなんだけども、でもね、あっちはもう一級の監督が撮ったエンタメ作品って感じで、こっちはもうどうしようもないヘボ監督が撮った奇跡的なもう作品ということでね、
こっちはこっちで面白いですから繰り返しになりますけども、だからとにかく絶対におすすめですん で特に今回僕が紹介したディレクターズカット版は割とねダリオ・アルジェント版は割とこうサバイバルアクション的な味付けがしてあるらしいんだけども、今回ディレクターズカット版はもっとこのなんつうの人間ドラマをこう人間ドラマにこうスポット当てたっていうところがあって、僕が気に入った部分っていうのは結構フォーカスされて描かれてると思いますから、絶対おすすめですんで、これも本当にもうおすすめしかないね。俺映画の神様に愛されてるからねなんて言ったって、だとにかくゾンビこれ名作ですから絶対に見てちょうだい。はい、というわけで今日の2本目はですね、監督さんがジョージ・A・ロメロで、主演がデビッド・エンゲとケン・フォーリーで、ゾンビディレクターズカット版 HD リマスターバージョンでした。